N2P の村上烈です。本日も厳選されたデジタルプロモーションを研究していきましょう。今回ご紹介するのはこちら、パスコハッシュタグみんなで長寿系探しです。4つの長寿系探しを公開、それにちなんでツイッターフォロー&リツイートキャンペーンと絵探しの問題を考える引用リツイートキャンペーンを実施しています。それでは烈さん解説お願いします。はい、10月1日は長寿の日ということで、まあ、絵探しが公開されていると。まあ、絵探しっていうかクイズの回答が絵の中にあるみたいな形なんですかね。で、食パンがまあどのようにできてるかとか、蝶熟がどのようにで何からできてるのかみたいな、パッケージの秘密とかおしゃれな写真から探すっていうものです。まあ、絵の部分はプリントして探す、 PDF を印刷するように流してるんで、まあ、基本的にはこの絵を見ながら子供と一緒に遊んで探してもらうみたいな想定なのかなと思います。まあ、紙でやんなきゃいけないっていうところですね。普通だったらまあデジタルで全部完結させたいところを紙に作ると。で、その中で大人が長熟の商品訴求に気づいていくみたいなストーリーになっている。で、回答するもう答えも設置されていて、答えを見るとまあそこから詳しい美味しさの秘密をもっと知るならこちらみたいな詳細に飛べる、商品訴求に飛べるようになっていると。まあ、プリント自体 PDF はこんな感じで、本当問題が書いてあって、長熟は何からできてるの、長熟の原材料にこだわり、本当に必要なものだけでありますと。もう一つ忘れちゃいけないものは忘れているような、これを探すっていう感じですね。まあ、おそらくは小麦粉だと思うんですけど、小麦粉はこういう真ん中にあったりするのを探す。まあ、ちょっとスマホだと小さすぎてやりづらいんで、まあ、印刷してやりたいよねっていうところであります。まあ、あとは変わらない美味しさ、これパンの上でじゅわっと溶けてなんだかあの形みたい、何の形みたいなものとか、あとはパッケージの秘密、一つだけ1998年当時のパッケージが紛れ込んじゃったみたいなもの、まあ、パッケージもあんまないんですけど、まあ、その中で探していくようなものとか、アレンジパスタ、パスタじゃねえや、アレンジちょっとアレンジパスタカット、まあ、アレンジしていくものっていうのがあったりします。で、キャンペーンとしてはハッシュタグみんなで長熟絵探しキャンペーンってなっていて、まあ、2つのキャンペーン、ツイッターキャンペーンが走っています。で、1個がまあ普通のフォロー&リツイートキャンペーン、こちらはまあ本当にフォローしてリツイートしたら参加完了、あとで後日抽選会で DM が飛んでくるというような形で、もう1個が絵探し問題を作って投稿しようっていうものなんですね。で、これが絵探しの写真を活用して、先ほどPDF で印刷したもの、この絵探しの絵を活用して引用リツイートをしてもらおうと。引用リツイートキャンペーンってこういったダブルチャンスキャンペーンに活用されることが非常に多くって、まあ追加ハッシュタグをつけてもらって UGC 的なプロモーションを展開するんですけど、もう一個コミュニケーションを発生させてるのがちょっと面白いですよね。こうユーザーが投稿することによって、さらにそれを見たユーザーが参加できる、長熟絵探し問題を作ってくれてて、その絵探しをやってみよう、だ小さいお子様といる時にタイムラインを見ながら次はこれやってみようかなみたいなことが可能になっていると。で、まあただちょっと一個もったいないのが、このキャンペーン対象ツイート引用リツイートみんなで長熟絵探しなんですけど、タイムラインだけであんまり絵がないんですよ。引用リツイート元がちょっとこう検索してみますね。この長熟どんなんがやってるか、よいしょ、みんなで長熟絵探しをやっている方いっぱいいらっしゃるんですけど、引用リツイートって引用元のツイートの写真しか出てこないので、猫の足跡があるよどこかなっていう問題をこの方は作っているんですけど、絵探し部分の絵がないからパッと見タイムラインに出た時に何のこっちゃよくわかんないんですよね。なんで、まあ、勘のいいユーザーがいたりすれば、引用リツイートに加えて画像を一緒に投稿できるんで、先ほどの表示されていた画像、絵探しの画像をダウンロードしてこれと一緒に投稿するっていうことができる。まあ、こうなると非常に分かりやすい。みんなで長熟絵探し、長熟食パンは何個あるでしょう、でその長熟食パンの入っている画像があるっていう状況だったら非常に分かりやすいんですけど、まあ、そこまでユーザーにやってくれってなっちゃうとハードルが高すぎるっていうのも分かるんですよ。まあ、引用リツイートはハッシュタグ投稿と違って投稿内容のサンプルみたいなものを記載することができないんですね。
まあ、カンバセーションのカードをタップすれば投稿内容が最初に入ってるとか、ツイートボタンを作ればあらかじめ文言を用意することができるので、そういう状態にできない分元投稿がぶら下がるっていうのがあるから、そこをうまく使えるようにする。だから元投稿がキャンペーンの情報を書いておけば、どういうキャンペーンなのかはそこを見ればわかるっていう状況にできると。なんでそこをうまく使えるようにする。ウェブサイトカード、カンバセーショナルカード、こういったものを使ってると引用リツイートする場合、そのカードが消えてしまうので、ウェブサイトカード、カンバセーショナルカードは引用リツイートをするとそのカードが見えなくなってしまうとか、まあ、画像は追加でユーザーは投稿できるとか、ルールを知っておくと提案しやすい。これであなたの企画もネクストステージだ。ご視聴ありがとうございました。なるほどと思ったらいいねとチャンネル登録お願いします。また面白いキャンペーンがあったらコメントで教えてください。